はい、こんにちは、ブルーホスです。本日もね、バイオアザード4をやりながらね、雑、え、談、ー、<弾>していきましょうかね。はい、ちょっとね、前回のチャプター1-2の,の続きからになるんですけれども、まあ、楽しんでいっていただけたらと思います。まあ、プレイはそこそこに、えー、まあ、トークが、トークがね、前回とかね、とか、バイオ4始まってからか全然面白くないって言われちゃってるんでね、あの、もっと頑張ります。はい。で、 なんかというのも、なんかね、あの、まあのま熱心に見てくれている子がいるんですけど、なんかもうちょ,もなんかもうちょっととゲトゲしい話してほしいみたいな、な,なんていうんだろうな、なんか、あのこう社会人っていうか、会社で働いてて、なんか、うわ、こういう人いるわって、こういう人がいて、なんか残念だよねとか、なんか、そういう、なんか、なんかトゲトゲしいというか、なんか、あの攻撃的な、なんか、 ちょっとスカッとする話をないろいろ聞きたいみたいなことをなんかね可愛い女の子からねトークテーマとしてねいただいてるるていう部分はあるんで、そのねお話ができたらなと思いますけど、それもあって、その前回、なんだっけあのじゃあ,あのコンプレックスじゃないや、人はなぜ攻撃的になるのかっていうのをあの話しましょうかみたいなことを言ってたんで、今日はねそれをテーマでやっていこうかなと思うんですけど、あ、なんか、おごめんね <laughs>。と思いたいんですけど 何かっていうと、あのーまあ、なんかさ人にさ自分がなんかビッグだぜみたいなさ、風に見せたがるおっさんとかさ、おばはんとかいるじゃないですか、まあ、おばはんの場合は別にビッグに見せたいとかないかもしれないですけど、でもなんかこう人に厳しい言葉を浴びせかけることでなんか自分が上に立っているぞってどうしても見せたい人っているじゃないですか、それはまあ立場的、役職的に上の人とかっていうのは当然いる。 でまあそれはそれでね仕方ないかなと思うんですけどでもそういう人知ってまずえっと男性に限ってでいくとあの男性の場合はね面白いかなっていうかまあよくあるんじゃないかなって思うけど身長が低い、うん、身長はまず間違いなく低いっすよね、うん、そういう人たちは多分ねコンプレックス抱えてるだからその何て言うんだろう通常その男としての魅力って低い声低い声とかそれからまああの 濃い顔、まあ、男らしい顔ですね、まあ、イケメンかどうかとかっていうところですね。で、それから、あのー、なんて言ったらいいんだろう、う<い>が身長の高さとかね、まあ、あるいはその年収とかっていうまあ社会的地位ステータスなんですね。だからか中身ってあんま重視してない部分が正直あったりするんですよ。うん、なんですけど、まあ、背が低い人っていうのはそのどうしてもやっぱりその男性的なその魅力のコンプレックスっていうのを抱えている部分があるので、まああのー、ちょっと。 卑屈になってしまう。あの性格ってなんで歪むかって皆さん知ってます？<laughs> あの周りからあの辛く当たられるからなんですよ。例えばじゃあ残念ながら見た目がファニーでフェイあのファニーな方々とかですね。それからあのー、まあ、身長が低いとか、まあ女性で言ったらまああの丸みを帯びる部分がちょっとあまりないとかっていうような場合。 で、その男性っぽく見られないとか女性っぽく見られないとかですね。で、それで、あのまあ、よく小学校なんかあったら、お前ブースとかね、あのそういうのがあったりとかすると思うんですけど、っていう話をあのずっとその浴びせかける、話というか、言葉を浴びせかけられ続けた人たちっていうのは、性格歪むんですよ。で、人のことを信じられないタイプになっていくんですよ。もちろん、その大人になってから、人に裏切られましたとか、詐欺に遭いましたとかっていう経験をした人とかだったら、そもそも人間不信になるとかっていうのはあるんですけど、そもそもその自分の、 見た目に関して小学生の頃とかってめちゃくちゃ言われると思うんですよ。僕なんかあの、あの見た目じゃなくて名前で、その、なんか名前がとある名前なんですけど、ご本名なんで言えないですけど、あの、ケムシケムシとかってずっと言われてたんですよ。どこにその俺の見た目とかその名前にケムシの要素があるのかって、お前らちょっと脳、脳の検査行った方がいいんじゃないかって今になったら思いますけどね。ただ当時はそれを重く受け止めてしまって傷ついたっていう経験は当然ありますし、うん。 だから、まあ、あの、総じて、あの、まあ、これ、あくまで、そのなんだろう、なんか、大悟さん的に言う、科学的うんぬんとかっていうのを話じゃ全然ないんですけど、僕の場合は、周りでそういう、なんかだ、あの、攻撃的で、あの、なんか、人の気持ちをあまり考えない、い人たちっていうのは、どちらかというと、なんか、男性の場合は、あの、身長低いやつ多いなっていう気はしますね。身長が低くて、うん、顔がでかい。 <笑><笑>でだってモテる要素ないじゃないですかだからこの人たち多分まあ過去いじめられてきてたんだろうなとかあるいはそのモテた経験がないんだろうなってだから僕もモテた経験がないからあの性格がすごいひねくれてるんですけどはい、まあ、それをね言ってしまったら自分僕もあのその痛いあっあじゃああ俺痛いってなるかと思ったら痛いってならなかったそうそうっていうのがあるんでだからね 皆さんもあのそういう、ね、人が周りにいるかどうかっていうのをちょっとねあの見てもらえたら面白いかなと思うんですけど多分ねあの皆さんの周りで身長低い人たちの方が身長、まあ、背が高い人たちと比べると、まあ、ひねくれてるとか嫌な性格とかっていう人たちが多いんじゃないかなと思いますよ、うん。あとまあ女性で言ったらどうだろうな女性の場合は僕 個人的には二極化すると思っててその性格ひねくれる人とめちゃくちゃかっこいい性格の人っていう二極化するでその人たちってどういう人かっていうと独身、うん、じゃないかなと思うんですけどねうん何か人生謳歌してますってあの別にその結婚とかね子供とかがいなくても私は私の人生を歩んでてめちゃくちゃ楽しいですっていうまあ年配のまあ 昔だとおつぼねって言われるタイプですかね。とかで、まあ、めちゃくちゃかっこいいっていう人がいれば、まあ、とあるそのまあ残念なことが起こってしまったかゆえに、ずっと独身でいるっていうタイプもいると思うんですよ。うん。だから、あの攻撃的でひねくれた性格でっていうのなな中には、まあ、多分おつぼねタイプの人もあの中にはいるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。うん、まあ、あの、そう,そういう人たちのことを、なんかね、多分世間一般的におつぼねって呼んでるとは思うんですけどね。はい。 ちょっとやっぱそうだよね。あっ、無理た。パートンではうまく、パート1とかでうん、うまくね、さけたんですけどね。まあ残念。まあそんなこともありつつ。ほい。うん。そんな,かそんなこんなでねえ。よいしょ。てことないね。そうそう。だからまあ、 人は、どうしてやっぱりその自分がいじめられたとか嫌な思いをしたことがあるとかっていうコンプレックスを抱えてりゃ、そりゃね、あの人様に向かってね、いろいろとこう言いたくなることとかね、ありますよ。だって自分がこれまでさ、いろんな人から受けてきてたっていうものをさ、今さらさ、なんかあの自分はいろいろ攻撃されたけど人に優しくしようとかっていうのはさ、そんなんできないんですよ。やっぱ人間ってねあのみ、なんだかんだみんなね、半沢直樹なんですよ。やられたらやり返したい性格なんですよ。やられっぱなしの人って っていうのがあの自分がその怒りを向ける矛先っていうのが見つけられない方々っていうのはあの残念ながらあのその心を病んでしまったりとか、まあ、命を絶ってしまったりとかっていう人たちがいるんですけど基本的にはあのその直接はやり返さなくても何かにやり返したいそのものに当たるとかねあの自分よりも立場の弱い人に当たるとかっていうような。 経験を多分少なかららず皆さんさんんれてらっしゃると思うんですよねだからそれがその背の低い人たちの場合だったらなんかあの自分はその男っぽく見られなかったとかなんだろうあのモテなかったっていうコンプレックスなる経験からまあねこいつどっから現れたのよって思うけどね。うん からまあその人に攻撃ををしてまあ満足感を得るみたいなね、そんなことしてるからますますモテないしあのちっちゃい男だなって思われるんじゃないかなって思うんですけどね、まあ、僕はあの背が高くもない低くもない身長 173cm というもう平均身長ど真ん中の人間なんでね、まあ、あのどっちの背が高くてモテたっていう経験もなければ背が低くてモテなかったってまあ背が低くなくてもモテないっていう経験はしてますけど。<laughs> あなんかじゃあ俺が一番コンプレックス抱えていくかもしれない、うん。うん。うん。それはあるな。あるあるやな。っていうところなんですけどね。はい、まあ、そんな,なんなでねあの、チャプター1-2が終わったというところで、はいあの、コンプレックスを抱えている人間は人に攻撃的になりやすいということなんですあので、背が低い男性に近づくのは注意してくださいというところで、本パート終了とさせていただきます。ということでね、最後までご視聴いただきまして、またありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。